1列棒状崩れて赤番、4番中川に北日本勢7番坂本が並んでくるところでしたが、中川一旦突っ張って坂本を出しません。さらし栃木勢6番矢野正彦、しかし2番7番の坂本がもう一度揺さぶって、今度は矢野が前に行きます。栃木勢が中川を叩いて先頭に行きました。7番坂本は後ろの状態が続いて残り1周半、先頭は矢野正彦です。そして中川が前受けから3番手に入り込んでいって、北日本勢は苦境な流れ、5番手最終周回に入りました。今日も風を切る6番矢野正彦、3番手から先にまくる4番中川と嶋佐、小川雄介の追走になって西日本勢が栃木勢を捉えて形勢逆転。あとは7番坂本隆、3番手からさあ今度は西日本勢に迫ってきて、その後に佐藤智和と伏見俊明、前は抜けている西日本勢4番中川と嶋佐、連勝で降臨、押し切りました4番中川と嶋佐。